こんにちは、アミマリアです。今日は何をするかというと、じゃーん、メロンパンみたいなポップコーンだよね。ということで、これはセブンイレブンで見つけました。なんか珍しいなと思ってこういうね、緑の色好きなんですよ。パケ買いでもありますね。開けちゃうよ、いきます。リンゴジュースもね、一緒に飲みたいと思います。ポップコーンはね、私ね、バター醤油味が好きなんですよ。キャラメルとかちょっと甘いものが本当は苦手で、めったに食べないんですけど。あ、ポップコーン。私ピーナッツアレルギーなので、ちょっとその確認だけします。どうやって、初フォーカス。たったらー、うん、ポップコーン、メロンパン。え、でも匂いめっちゃポップコーン。ザクザク新食感、メロンパンみたいなポップコーンだよね。なんかメロンパンっぽいさ、フォーカス変わるかな。それが、おお、だからこうするんだ。見えるかな、ちょっとね、あの砂糖が固まってる、あのメロンパンのあの上についてるさ、砂糖みたいなのついてるんだけど、思ったより甘さ控えめでね、ポップコーン感は結構ありますね。やっぱりメロンパン感をどうやって見つければいいんだろう。あ、今でもあの上のカリカリ感、今いた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 、嘘じゃない、見つけられた。ものによるかも、ちゃんとついてるとことついてないとこがあるかもしれない。これだと少ないかな。これめっちゃポップコーン、これとかこれ多分メロンパン感強いと思う。あ、全然違う。うん、確かに普通のポップコーンよりもザクザク食感があって、そのまんまザクザク食感があって、あのメロンパンの上についてるサクサクみたいな最後に現れる感じかな。私はメロンパンのお話っていうか、個人的な思い出話なんですけど、中学校1年生の時かな、私愛知県名古屋市出身なんですけど、中学校1年生の時に愛知九博、万博がやってたんですよ。普通に中学校の時に大学習みたいな感じで万博行ったりとかもしてたんですけど、年間パスポートみたいな、期間限定のパスポートを買ってもらって、まあ、弟も持ってて、で妹のように可愛がってるも持ってて、でその子のお母さんによくほとんど毎日のように愛知九博に行ってたんですよ。庭みたいな感じ、もう本当に毎日行ってたから。で絶対食べてたやつの中に、各国のさ、テーマに沿ってさ、いろいろあったじゃないですか。行ったことある人は分かると思うんですけど、キューバにはね、揚げたこ焼きがあってね、それめっちゃ食べてて、でメロンパンはなんかめちゃくちゃ美味しかったの。小さい時から甘いの苦手でそんな食べないんだけど、メロンパンもだから本当もういつぶり食べるんだろうみたいな、こういう味もね久しぶり食べたんだけど、その時は本当行くたんびにそのメロンパン食べたいって思うぐらい美味しいメロンパンだと。今もやってるのかな、どっかで、愛知県で。食べたい、そんな甘いの苦手な私でも、食べようって絶対言ってたの。普通にあのよくあるさ、車から売ったりするような感じであったメロンパンだと思うの。久しぶりに食べたいですね。はい、ということでですね、私的にはなんだろう、メロンパンだともうちょっと甘くてもいいのかなって感じですかね。だから私は好き、すごい甘さ控えめな、キャラメルポップコーンよりは甘くない感じ。
だから私的には全然食べれてすごい美味しくて好きです。今日はこれぐらいにさせていただきたいなと思います。皆さんもぜひメロンパンみたいなポップコーン食べてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter や Instagram そちらのフォローもよろしくお願いします。私アミマリア作詞作曲もしてまして、サブスクに音楽もありますのでぜひ聴いていてください。よろしくお願いします。それではまた明日、バイバーイ。